はい、こんにちは、豊田のともです。それではですね、今回は損保大手、3社ですね、見ていきたいと思います。東京海上ホールディングス、それから M&AD、 それから損保ホールディングスという感じで、この3つをね、会社を見ていきたいと思います。でこのチャンネルですね、チャートの形成プロセスから今後の値動きを予想するという動画を配信しております。まあ、こういった考え方もですね、面白いなと思っていただけましたら高評価ボタンぜひお願いいたします。それではですね、東京海上ですね、月足から見ていきたいと思います。まずはですね、環境認識、相場の全体像っていうのを把握してから、具体的な僕が考えるですね、トレード戦略っていうところをお話ししていきますので、ぜひよろしくお願いします。まず月足から見ていきますと、まずこのですね、上昇トレンドラインっていうのをね、ずっと引くことができます。そして、横軸ベースでいきますと、ここですね、2007年ですね、7年の頂点、それから2015年、2017年あたりですね、この辺のところで、上値をですね、押さえつけられているレジスタンスということで、これがですね、1850円ぐらいというところですね。まあ、月足ベースではここをですね、まずは意識をしていくという感じです。それから、さらにですね、角度をつけてですね、2021年ぐらいですね、コロナがだいぶですね、真っ只中のところから、徐々にですね、角度をつけてですね、上昇しているというようなところで、こちらのですね、上昇のトレンドライン、まあ、これもですね、しっかりと見ていく必要があるかなと思います。そして月足ベースで、今月足まだ確定はしていませんけれども、まあ、おそらくこれをね、戻すことは難しいと思いますので、ここのですね、節目のライン2540円のところですね、この辺のところっていうのは、まあ、ここをですね、抜けるまでにもですね、ヒゲで、押し返されているところでもありますし、抜けた後もですね、実態では一度も切り下げることができていないということで、ヒゲで全部押し返されている、そういったレジサポラインになっています。でここのレジサポラインまでぐっとですね、大陰線つけているというのが3月ということになります。で、この節目のですね、トレンドラインというのをまず割ってきたということ、それからですね、今お話ししたレジサポラインですね、この2500円付近、ここまでですね、下げているっていうことを考えると、まあ、非常にですね、3月、足が弱いなというところですね。さらに、今までのですね、この2022年6月ぐらいからの足っていうのをすべて包み込んでですね、さらに、これをね、陰線の実体部分っていうのを下に拡大して確定ということになりますと、まあ、来月以降ですね、さらなる下落っていうのが結構危ないなと、考えられるなというような、そういったチャートになっております。で、そういった認識をもとにですね、週足を見ていきますと、はい。このような感じであります。で、形としてはね、同じなんですけれども、先々週の足ですね、先々週の足が大陰線でですね、引けていて、この大陰線を持ってですね、この上昇トレンドラインっていうのをですね、明確に割ってきたということになります。で、このね、トレンドラインというのはですね、2021年の6月からですね、一度も実体ベースで割れていなかったんですけども、初めて割れたということで、まあ、ずっとですね、買いが有利な、そういったチャート形成をしていたんですけれども、ここでですね、初めて売りが優位というような形で逆転の現象っていうのが起こっています。さらに先週足、これですね、先週足を見ても、これだけの大陰線をつけて、急落をしてきたにもかかわらず、全くですね、インサイドするどころか、アウトサイドして、さらに下落幅を、広げて、確定をしたということを考えると、かなりですね、直近の相場感というのは弱いというところで、全く変われない相場だったということがね、まあ、これを見てもわかります。まあ、とはいえですね、さすがに2540、この付近というのは非常に硬いレジサポラインでもありますので、まあ、止まるべきところで先週は止まりましたというところです。ただですね、このラインっていうのが、まあ、どこまで維持できるかっていうのがですね、まあ、結構微妙なところで、ここをですね、さらに今週ですね、下に割っていく、あるいは内部にね、進行していくということがあると、さらに下っていうのをね、目指せば展開になると思いますので、これはですね、この節目のラインだからといってですね、中途半端のところでこういうところで買いを入れるっていうのはかなり危ないかなというふうには考えております。はい、で直近ですね 13% ぐらい頂点からですね、下落をしているんですけれども、まあ、僕の見立てとしてはですね、ここで、ロングを入れるっていうのはですね、ちょっと外然性としてはかなり危ないかなというふうには思いますので、もう一段下ですね、2000円台の前半ぐらいまで落ちてきてからですね、買うとしても買うのかなと
というようなところで考えております。大体ですね、下のところでいきますと、この頂点ですね、2020年の頂点、戻り高値のところ、この辺のところまではですね、下落をするっていう、そのぐらいの意識で、ね、相場を見ていく必要はあるかなというふうには思っております。さらにないとは思うんですが、このラインも下に抜けた場合っていうのはさらにですね、下1850円ぐらいですね、これのところは月足ベースでもですね、かなり意識をされているラインですので、まあ、ここまでの下落っていうのは最悪あるかなと思います。でどうなったら買えるかっていうことなんですけれども、まあ、一旦ですね、この2100まで落ちてくれば十分ですね、買えるかなというふうには思っております。さらにはですね、ここの長期足で見た時の上昇トレンドライン、まあ、ここもですね、なかなかここまで割ってくるっていうことはないかなとは思うので、まあ、この辺のところをですね、ちょっとだいぶ先にはなるんですけども、しっかり買っていけるのは、まあ、この辺のラインのところで、考えているいうようなところですので、ちょっとね、買いはだいぶ遠いかなというふうには思いますので、直近はですね、やはりこの、ね、2500円の水準っていうのをどんなふうに守れるかどうか、そして、下落するとしてはどこまで落ちるかっていうところをもうちょっと見ないとなかなか手を出せないかなというふうに思います。はい、それではですね、次に皆さんの AD ですね、見ていきたいと思います。まず月足からですね、全体像っていうのを把握しておきましょう。はい、でこちらの会社もですね、変わらず上昇トレンドではあるわけですね。さらに、2020年のところですね、の4月ぐらいからですね、急落をしまして、その後、平行チャンネルみたいな感じでですね、上昇のトレンドっていうのをね、継続しているというようなところです。横軸ベースで、注目するところはここをですね、この横軸のラインなんですけども、だいたい4000円のちょっといかないぐらい、3900円の中盤ぐらいのところですね。このところっていうのは2015年、それから2017年あたりで、かなりですね、ヒゲでは抜けても実体では抜けれないという、そういったかなり強いですね、抵抗体になっております。そしてこの上昇局面でもですね、ヒゲで押し返されたりとか、抜けた後にまたですね、サポートとして機能したりっていうところで、結構節目としては重要なラインかなというふうには思っております。はい、でこちらもですね、直近で見ると 13% ぐらい下落をしているというような、そういった状況になっております。さて、じゃあ次週足見ていきましょう。はい、週足で見ていくとですね、かなり上がりすぎていたというところもあって、調整というような形ですね。で、一番この3社、大手3社の中で、まだ買えるかなと思うのがこの MA&ADE です。その理由としましては、まだですね、この節目のトレンドラインですね、これをまだ下に抜けているわけではないということ、それからですね、今お話をしたかなり長期にですね、サポートして意識をされているこの3950円ぐらいのこのラインというのをまだ抜けていないというところを考えると、この2つのラインというのがぶつかるところ、この3950円ですね、この辺のあたりというのは一旦買いを入れてもいいかなというふうには思っております。で、一応上の話もしておくと、上値で重そうなのがこの4300円ぐらいのところですね、この辺のところっていうのはちょっと上昇するにしてもですね、一旦抵抗にはなりそうだっていうことはですね、考えておくといいかなと思います。そういったところをですね、加味した上で売買戦略に入るんですけれども、はい、今お話ししたようにですね、一旦ここの上昇トレンドの下のところっていうのはですね、買いを入れてもいいかなと思います。その場合はですね、4300ぐらいまでの上昇っていうのが取れるんじゃないかなというふうには思っております。非常に重要なのが、ここのラインをついたときですね、上昇トレンドラインをついたときに、いずれもですね、今までっていうのはすぐに反発をしているんですね。ここもそうですよね、2020年すぐに反発をしています。ここもそうですね、長らくここのライン上で揉み合うのではなくて、すぐに反発をしているということですね。ここもそうですよね、2022年の12月、ここもついた後はですね、割とすぐに反発をしているというところで、今回もですね、このラインをついたときにすぐに反発ができるかっていうのは見ておいた方が良くて、このついた後もですね、横で結構何日もね、居座るようなことがあった場合っていうのは、ちょっと上昇の勢いかなり弱い可能性がありますので、撤退をするというような、そういった柔軟性も必要かなというふうに思います。で、この横軸のラインを抜けた場合はですね、次に、サポートとなりそうなのが3700円、3800円、この辺のあたりになります。なので、この辺の下落っていうのはですね、しっかりと加味をしておく必要があるかなと思います。
で、ここで買えるかっていうとちょっと微妙です。なぜなら、この斜めのトレンドライン、長らく機能していた上昇トレンドラインをもう割った状態なんですよね、ここっていうのは。なので、こういうところで買うっていうのは結構微妙かなというふうには思いますので、もうここまで落ちてきたらですね、この上昇トレンドラインまで回帰するまでは、なかなか買いづらいかなというふうには思います。さらにここのラインですね、3800円のラインも下に割ってくるようですと、今度はですね、3300円ぐらいのところ、まあ、このですね、レンジ相場のところの下限のところですよね。まあ、この辺のところまでの下落っていうのは覚悟する必要があるかなと思いますので、まあ、直近でね、3社で見比べるとまだ買えるところではあると思うんですけども、このラインをですね、また同じように割ってくるようですと、ちょっと買い場はだいぶ遠いかなというような状況です。はい、ではですね、最後3つ目ですね、ソンポホールディングス見ていきたいと思います。ではまずですね、全体の環境を見ていこうということで、月足ですね、見ていきたいと思います。で、月足見ていきますと、上昇トレンドの範疇ですよと、そしてこの上昇トレンドラインっていうのが引けますね。どちらかというとレジサポになっていますね。この2020年コロナの時にですね、一気に下に抜けてからはですね、まあ、こういうふうにですね、レジスタンスとして機能していたんですけども、まあ、2021年7月ぐらいに上に抜けてからはですね、一度もこのラインを割ってはいないというようなところになります。さらに横軸ベースで見るのが4650円ぐらいですね。この辺のところっていうのは月足ベースでもですね、結構、まあ、抵抗として働いていますし、ここもレジサポラインという形で見ていくといいんじゃないかなと思います。はい、週足で見ていきます。週足で見ると、先ほど言ったレジサポライン、それから横軸のこのレジサポラインっていうことに加えてですね、さらに角度をつけたですね、上昇トレンドラインっていうのがですね、このように一応引くことができますというような形です。まあ、このラインっていうのはですね、コロナのショックのところですね、ここからずっとですね、まあ、引けるわけなんですけども、まあ、今週足を見ていくと、これ東京会場とすごい似てるんですけども、実態ベースでですね、明確に下に割っていますよね。さらに、今週足、先週か、先週足っていうのが、まあ、上髭をつけたんですけれども、結局はですね、アウトサイドして引けるということで、どちらかというと、このラインをですね、まあ、レジスタンスとしてですね、ちょっと試したというような、まあ、ちょっとタッチはしてないですけどね。まあ、このちょっと角度の付け方によってはですね、タッチをしたというふうに、まあ、もう見えるかなというふうに思いますので、まあ、上根もかなり重いなというような形になって引けているというようなところです。で、一応ですね、この損保に関しては、上根のところも言っておきますと、ここですね、ダブルトップをつけていって、その後上昇したところで、まあ、三蔵みたいな形を形成をして、そこをですね、下に抜けているというようなところなんで、まあ、この5600のところはかなりですね、横軸ラインとしては意識をされるラインかなというふうには思っております。で、ここから売買戦略に入っていくわけなんですけども、まあ、この斜めのトレンドラインですね、このトレンドラインを割ってしまったということは、まあ、一つですね、大きいかなと思いますので、チャートをちょっとね、下値をどんどん切り下げている状況で、上値も切り下げているっていう状況なんで、これまでですね、ずっと上昇が優位な、そういった展開だったんですけども、ここで、一旦ですね、切り替わって下落優位というような相場に切り替わっております。で、ちょっと日足の方でですね、戦略見ていきたいと思うんですが、まあ、このトレンドラインを割ったことでですね、下落リスク、かなり高まっているかなと思います。直近ではですね、この月足ベースでのレジサポライン、ここですね、この辺のラインのところまでは落ちてくる可能性っていうのが十分高いかなと思ってますので、5000円の前半のところですね、この辺までの下落っていうのは十分改善性高いかなと思います。そしてこのラインで買えるかといったらですね、ちょっと横軸がですね、揃わないんですよね。この辺のラインで横軸のね、ライン、なかなかないので、東京会場の時はですね、この横軸のラインもあったんで、まあ、まだね、っていう感じはしたんですけども、まあ、損保に関してはちょっとそういうラインがこの辺ないので、まあ、さらなる下落も注意をしなければいけないというところで、まあ、この4600円、この辺のところまでの下落っていうのをしっかりと確認をしてからですね、上昇かなというふうには考えていますので、ちょっとこの辺で安易に買いを入れると結構厳しいかなというようなイメージを持っております。まあ、この直近がですね、その下落のスピードっていうのはですね、結構早いなと、ね、いうのがありますので、このままのスピードで来ると、ここもですね、節目といえども、反発できない可能性っていうのをしっかりと考えて、あまりですね、これ買うとしても、ロットは、まあ、最小限の、ね、株数でいくっていうのがいいんじゃないかなというふうには思っていますので、まあ、ぜひ参考にしてみていただければなと思います。
はい、それではですね、ちょっと今回の動画長くなってしまったんですけども、損保の大手3社見ていきたいと思います。まあ、まとめますと、どれもですね、節目のライン、トレンドラインというところを明確に、ね、割ってきた、あるいは割りそうというところで、なかなか積極的には買いづらい業界なのかなというふうには思っております。まあ、足元の業績もですね、赤字を出していたりとかっていうところで、まあ、あまり良くないものも出ていますので、そして今のね、金融不安というところもありますので、まあ、なかなかですね、今持っている方っていうのもですね、ちょっと長期目線で考えるか、もしくは一旦撤退をする、あるいはですね、まあ、損切りをする、そういった判断っていうのが今迫られているんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ今回の動画ですね、全体の見立てっていうところを意識をした上でですね、売買戦略立てていただくのが良いのではないかなというふうに思っております。はい、それではですね、今回もですね、最後までご覧いただきありがとうございました。もしですね、少しでも面白いなと思っていただけましたら、高評価ボタンいただけますと幸いです。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。